アーサー王宮廷のコネチカットヤンキーは、アメリカ合衆国の小説家マーク・トウェインが1889年に発表した長編小説。現代のアメリカ人技師がタイムスリップして、アーサー王時代のイングランドに紛れ込む物語である。トウェインは、理性的、人道的な現代人である主人公の目を通して、中世イングランド社会を描き、それと類似しているアメリカ社会を風刺した。 ヤンキーとは、アメリカ北部人を意味する語である。サイエンスフィクションの分野においては、時間旅行及び歴史改編を扱った初期の作品としても有名である。原初の挿絵イングランドのウォリック城を見物していた。私は、アーサー・オーの時代に異常なほど、詳しい男と出会う。その男は、展示されている鎧に開いた穴を刺して、これは自分が銃で開けた穴だという、不審に思う。 私のもとに、その夜、男が現れて、自分の体験を書いた手記を見せる。それは、以下のような内容であった。コネチカット州ハートフォード出身のハンクモーガンは、騎士の父親と獣医の叔父に、両方の技術を仕込まれた男で、兵器工場の職長である。ある日、モーガンは部下に殴られて気絶する。意識を取り戻すと目の前には、騎士がいて、馬上やる事愛を、去るまれる。 返事もしないうちに、槍で木の上に追いやられたモーガンは、相手を狂人だと思い、おとなしく、捕虜になる。騎士に連れて行かれた先は、キャメロットで、モーガンは、自分が、西暦528年のアーサー王宮廷にいる、ことを知る。モーガンは、慣例として処刑されそうになるが、日食を利用して、それを逃れる。そして、マーリンとの魔法合戦にも勝利して、宮廷での地位を確立する。 以後、ハンクモーガンは、ボス教を名乗り、科学知識を生かして、社会改革に取り組む、学校を作って、若者を教育、啓蒙する一方、近代的な産業を打ち立て、それによって、貴族性と教会の圧制を覆そうと計画する。また、王をお忍びの国内視察に連れ出し、民衆の不幸を教える。枯れた泉を復活させる、五百対一の決闘に、勝利するなどの行為で、 魔術師としての名声もさらに高める。しかし、彼がフランスへ旅行している間に情勢が変わる。教会の陰謀により、内戦が勃発し、王も敵がもしに、ボス教がイングランドに帰った時には、漁夫の利を得る形で教会が国を支配していた。ボス教とその部下たちは、教会に先導された軍勢に攻められる。地雷、鉄条網、機関銃といった、化学兵器で敵を撃退するが、 ボス教は負傷する。ボス教を看病するために一人の老婆が雇われるが、それは変装した、マーリンだった。マーリンは、主人公を未来に追放するべく、魔法をかける。それは効力を発揮し、彼は1300年間眠り続けることになったのだった。初版本は、ダニエル・カーター・ビアドによる挿絵を222枚、収録していた。ビアドは、当時ギュスターブドレにされていた画家で、 トウェイン自身に指名されて、これらの挿絵を9ヶ月で描き上げた。契約内容は、250枚、ないし260枚の挿絵に対し、報酬3000ドルというものだった。完成した挿絵を、トウェインは非常に高く評価した。後に、ビアドア、100万ポンド紙幣、トム・ソーヤーの空中旅行、赤道に沿っての挿絵も手掛けている。ニューディール政作の名は、 本作中におけるモーガンの制作の名称にちなんでいる。本作は何度も舞台化、映像化が行われているが、代表的な作品は以下のものである。日本語表記は、ベアドードとも、宮秋敏夫役、桜井誠が、マークトウェーン名作全集後岩崎書店、1962年、楽しく読める、英米幻想文学61ページ。ありがとうございます。